ドラクエシリーズの僕初めてがテリーのワンダーランドだったんですよね僕あのスーパーファミコンとか環境的にモテなかったんですよね僕養護施設だったんでモテて ゲームボーイ。なので、初めて、その、サンタさん、クリスマスプレゼントで頼んだのが、テリーのワンダーランドだったんですよね。肉でスカウトするっていう、そこもめちゃくちゃ良かったし、なんか、あんまり僕、まあ、これ私事なんですけれども、お肉はあんま食べられなかったんですよね。なので、その、霜降り肉っていうその存在が、ものすごくゲームの中でも美味しそうだなと思ってて、あんま使えなかったんですよ。もったいなくて。 配合のシステムについて今でも思うことがあってもともとこの物語の始まりってワタボ棒から始まるじゃないですかその一体しかないこのワタボ棒を使わないとダークドライブにならないっていうところで見たからしたらドもんですよだってもうずっと一緒にいたこのドライブを失うわけにいかないじゃないですかめちゃめちゃ悲しいじゃないですかだからデュランの方がかっこいいから僕デュランにしてましたねだからダークドライブを作った人は残念ながら僕の周りには一人もいなかったですね